倉間寄り出口片原の阿弥陀座像石仏奥の植え込みは、旧登りホーム跡伏線時代の痕跡が見られる市原橋梁市原駅の遠望。ギャラリートレイン、コモレれ日が到着したところ。市原駅は京都府京都市左京区にある永山電鉄倉間線の駅。駅番号は E14。一面一線短式ホームの地上駅。無人駅である。ホームは、 上屋で覆われている。出入り口はホームの両端にあるが、いずれにも階段があるため車椅子での利用には解除が必要である。出町やなぎ寄りの出口から石段を降りたところの永山、電鉄市原変電所前には永山電鉄が設置した無料駐輪場がある。市原駅構内踏切の先は大神宮車へ通じている。蔵間寄りの出口は 倉間街道急道場、市原橋へ降りる階段である。出口の傍らには、津後藤健則の破の墓石と、阿弥陀座沿いしぼとけがある。当初は、相対式二面二線のホームがあったが、伏線であった二軒茶屋市原は1939年、当時の運営事業者である、倉間電気鉄道の経営合理化のため単線化された。1990年までに、 他の不要不急指定区間は再複線化されたが、この区間は現在まで単線のままである。複線の痕跡は、上りホーム跡や倉間川に架かる市原橋梁の橋台、橋脚、大神宮舎参道に架かる市原立橋の橋台に見られる。かつての複線区間の河川柱、橋脚は複線分の幅がある。近年の周辺人口の増加により、 2002年から平日の朝と夕方以降にこの駅で折り返す列車が設定されている。そのため、単線区間の防線駅でありながら出発信号機が設置されている。また、多客時の倉間線列車に乗務する車掌は、この駅で下車し上り列車で折り返すこともある。倉間街道沿いが古くからの集落で郵便局や商店などがある。その周囲に新興住宅地が広がる。 当駅と隣の二の世駅との間には、線路両側に、カエデの木々が植わっている一帯があり、もみじのトンネルとして、秋には、車窓から紅葉を楽しむことができる。AB、各駅情報市原駅。A 山電鉄。2016年2月13日閲覧。ABCDE、ソネサトル、週刊歴史で巡る、鉄道全路線公営鉄道。 私鉄4号京福電気鉄道、永山電鉄、佐賀の観光鉄道、京都市交通局、朝日新聞出版文冊百科編集部、朝日新聞出版、週刊朝日百科、2011年4月3日、14から15ページ。ABC 山谷和也、俗、駅名物語永山本線、倉間線に沿って、鍵港、1992年。 131から134ページ。ISBN4 から797049014。駅の倉間よりが市原橋梁であるためにその先までが伏線となっており、資源や小学校裏に折り返し施設があった。これ以後倉間線や永山本線の他の区間も単線化されたが、これは戦時中の資材教室の動きを受けてのことである。永山電車沿線案内。 永山電鉄、2016年2月13日閲覧、ありがとうございます。